国民の力は23日、イ・ジェミョン共に民主党インチョン・ケアンウル・補欠選挙候補とソン・ヨンギル・ソウル市長候補、イ・ジョンウォン改革国民運動本部代表を一重引用府虚偽事実ルフ一重引用府の権議で告発した。国民の力中央選挙対策委員会公明選挙本部はこの日、最高検察庁請願室にこのような内容の告発状を提出したと明らかにした。 公明選挙本部はユン・ソギョル政府が電気水道空港鉄道などを民営化する政策を推進したことがないにもかかわらず、リザイア・キラソウ・英イ候補などは本人のフェイスブックアカウントに電気水道空港鉄道などの民営化反対という文句を掲示するなど、虚偽事実をルフした。公職選挙法上の虚偽事実ルフ罪で告発措置したと発表した。これに先立ち、 立候補と総候補をはじめとする共に民主党関係者たちは17日、キムデギ大統領秘書室長が国会運営委員会全体会議でインチョン空港は韓国電力のようにほとんどの持ち分は政府が保有し、経営も政府がするが、30から40%程度の持ち分を民間に売却すればいいと発言したことについて、一重引用府政府が民営化の意思を表したもの一重引用府と批判した。 立候補は18日、自身の Facebook に一重引用布電気水道空港鉄道などの民営化反対一重引用布と文章を載せ、総候補も自身の Facebook に同じ文句を載せている。